山本太郎です社民党との会派希望の会を代表いたしまして人工衛星等の打ち上げおよび人工衛星の管理に関する法律案と衛星リモートセンシング記録の適正な取り扱いの確保に関する法律案について質問に入る前に一つだけ 質問ささせてくださいえ宇宙政策担当大臣として来られている鶴穂大臣、沖縄北方担当大臣でもいらっしゃいます、えー、沖縄県、えー、東村高江米軍ヘリパッド建設現場、えー、このことに関しましては、田村委員からもご指摘がありましたけれども、えー、抗議活動中の市民に対し、機動隊員がボケ、ドジンガ、シナジン、 罵声を浴びせた問題についてお聞きしたいと思います。大臣は10月21日、記者会見で、我々がこれが人権問題だというふうに考えるのではなくて、これが果たして県民感情を損ねているかどうかについて、しっかり虚心坦戒につぶさに見ていかないといけないと、そのようにおっしゃられました。あの会見から2週間以上、えー、細かく言うと、19日目ですか、本日で、鶴穂大臣が虚心坦戒につぶさに見ていかれた結果、お聞かせ願えますか。 鶴尾大臣え先ほど来申し上げておりますとおり、私の立場でこれを断定するべきものではありません、えー、まず議論を整理したいと思いますが、先ほど田村先生の方からもご指摘がございました、えー、私たち、この差別問題については、慎重に、本当に慎重にあの議論をしないと、これ、間違った方向に行く、私は懸念があると、心の底からそう思っております。 えー、威圧的現実、ボケっておっしゃったからの申し上げますが、こういう威圧的現実の問題と、またそ,のそれが差別であるかどうかというのは、ですねまた違う種類の話でありますから、私としては立場を変える、あのこ,このことについて立場を変えるつもりはございません<上>山本君。全然お答えになってないんですよね、県民感情を損ねているかどうかについて、しっかり虚心段階につぶさに見ていかないといけないということで、19日間たったんですけれども、これ、県民感情を損ねているってことにならないんですか、県民に対して、土人。 県民に対してシナ人という言葉を逮捕権を持つ機動隊員が特権を持ってるってことですよ、これ、権力者ですよね、権力者側からそのような発言が行われたっていうこと自体、これ、県民感情を損ねてるっていうふうには、19日たった今でも感じられないということよろしいですか、感じられてないってことで。それは大臣 お答えをあの繰り返しになって大変恐縮でありますが県民感情を損ねていると私が断定するものではありません、えー、またしないとしていないというふうに断定もできません私はそのことについてはあこれをあの申し上げる立場にないということを強調しておきたいと思います山本君沖縄の担当の大臣なんですよねでその担当されている地域にお住まいの方々その方々に対して 公務員に対する乱暴な言葉があり、差別的発言があったってことに対して、県民感情を損ねたか損ねてないかということを判断しなきゃいけないって前に言っているのにもかかわらず、今になってもそれを判断する気もないということですね、沖縄大臣としていかがなものなのかというふうに感じるんですけれども、えー、それではもう先に行きますね、えー、そうですね、まあ、いわゆる宇宙日法案、えー、本日のお仕事としてこられたことについてご質問していきたいと思います。えー宇宙